なんかサムネが面白そうなね、コースやってみるのは謎解きですね、これ。当たり、どういうことこれ。え、何が当たりなんだこれ。キノコでいけた。ちょっと待って、タイトル英語だから読めなかった。え、どういうことなのこれ。あ、次はこういう道ですよってことか。1アップやな。なるほどね。あ、こういう道やからね、どうやったらいけますかってことで、でかかったらいけないってことだね。これで、これは尻尾だね。壊すから、ブロックを。なるほど、そういう謎解きか。面白いな。次はファイヤーフラワーかな。引火させたいから。スターは無理でしょう。はい。少々お待ちください。こういうコースもいいな。作ってみるの。あ、中間ポイント。まだ遊べるぞ。いいね。しかも謎解きやったらサクサクで。え？これはですね、下から当てていくんだよね。じゃあ、メットだな。スターでブラックパックンって死なないからね。こんな感じか。次はオンオフスイッチをやる。これはスイッチを押したいから、こっちですね。はい。押した。あ、なんかツタが出てくるな、これ。ジャンプ台か。どっちでもええけど、分かれますね、これで、ね。オンオフスイッチは壊れないからね。次は、スターだな。ドッスンを倒す。はい。で、これで、ノコノコさんが取ってくれるはず。次は、え、何これ？どういうこと？え？これは、木の、あ、ファイヤーフラワーだな。2回被弾しても OK。そういうことでしょう。これ1回被弾でしょ、これで。で、次で2回目の被弾。で、ちっちゃくなっていくってことか。ボーナスってこと？テンクス。うわ、すげえ、このコース。面白。いいね。マリオランドスーパーショーターって書いてあるから、やっぱりそういう感じか。当てていく感じで、こうやって。これも謎解きですね。なるほど。次はこんな感じですよってことか。うわー、下に当たっちゃったよ。なんかやるのかな？これ出すんかな？なんか。やっぱり出すよね。出さないとダメだよね。で、こんな感じで当てて。やって、次はどうすんだ？あ！ちゃんとジャンプ台が乗ってからこうやってやりましょうね。うん、ミスっちゃった。次は、どうすんだ？一応投げてみるか。1回目、2回目、当たった。上行けた。次は？まあ、当てていけばいいって感じかな。これ下に行く感じ？長くね、これ。ちゃんと見えるようにしとかんといけんってことか。どうなった？どうなった？ちょっととりあえず右行ってみるか。あ、なるほど。ここは出しとくってことか。難しそうだな、ここも。あ、ここもなんか出しとく感じだよね。長いな、これ。できるの？本当に、これで。これみんなでバトルとかでやったらめちゃめちゃ大変そうやな。これ画面から消えたら消えちゃうからね。こんな感じでやらないといけないね。みんなでバトルとかで撃った後出れんから無理でしょ、これ。ね。あ、これ変える感じか。一回変えといて、こう通ったらこんな感じか。はい。上行って、メットを取る感じか。取って、そういう感じか。なるほどね。撃って、上げる上げる。難しいな、タイミングが。このぐらいか？もうちょい早くか。こんぐらいで、こんぐらい、早すぎか、今度は。これね、何回かやったんだけど、ドッスンの頭を越えたあたりで、この辺！
ってやったら当たるね。早いか遅いかでね、調整するって感じですね。こうやって上がっていくって感じか。これは関係ない。どうすんのこれ。あ、パウ当てれるんだ、これで。よかった、待っとって。次。あー、なるほど、これ簡単だよね。おい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 、あ、止まっちゃった。止まるんだこれ、面白いな。止まるよこれ。あ、ダメだな、ちょっと時間が。完璧にやらないといけない。できた。ふう、次どっちからやる、こっちからやるか。むず難しいむずいな。タイミングっていうかリズミカルにやる感じやな、これは。こんな感じか。むずいなこれ、リズミカルにやる。もう一回やるんでしょこれ。 OK で上に行けるってことか。難しかったな、ほんと。まだ続く。どうすんのどうすんのこれ。ちょっと待って、当てる感じこれ。何個も当てる。あ、何個も当てるってことか。これもう普通にこうやってやっとく。おいいね、ここで打っとけばいい。一番右に近づいちゃダメやな。一番右に近づいたらここでやっとけばいいわ。これ取っとこう。ここここ、ここのね、水色の部分でやったら多分できる。これは普通にやって、 GG ランって書いてあるね。大丈夫、何も来ない。いやー、今日も私のマリオメーカー2の実況を見てくれてありがとうございました。まあ、まだまだ動画はつながるかもしれませんが、よかったら最後まで見てくれると嬉しいです。よかったはい、楽しいなこの人のコース。すげえなみんな、ほんといいね、一生遊べるよ。またなんかゼルダって書いてあった。これでまずあれか、こうやってやって、難しいこれもやって、このコースやめようかなちょっと難しいよ。正解正解、歩いていった。でボムが爆発して先に進めるってことか。でして、あ、これもなんか道を作っていってあげるって感じかな。これなんかゼルダの何かに関係あんのかな。これで上に上がっていく。これも破ると、はい、まあ、この辺も練習しないといけないよね、自分がね。上か。いや、本当はこのコースやめようかと思ったけど、これただの10コインが手に入りますよって感じかな。なんかこのブームとか関係あるかなと思ったけど、あまり関係なさそうだね。いや、関係あるんか、今からが。あ、なるほど。こうやって当てる感じか、こっちも。で、どうなるのこれで。あ、影取れ。あ、あのボムが持ってたってことか。よし。これ、ゼルダに詳しい人ならわかるんかな、これ、どんな感じかっていうのは。次どうやってやるんだろうこれ。ちょめです。これ、わかりましたよ。ボムの下になんか、スイッチがあるからね、押して。で、次、このモグラちゃんをね、倒したら、なんか変なファイアーボールが出るから、ちょっと待ちます。で、待ったら入り口ができるから、こうやっていきます。コインばっかか。まあ、スイッチはとりあえず押してみよう。何かが起こるはずや。あ、なるほど。そうやって来るって感じか。そうやって、今やって、もう一個変えて、到着。で、こっちに着いたってことかね。で、これでどうすんだ？こう、あ、なるほど。ハテナブロックがあるわ。ここを当てて、倒して倒して道を作ると。で、次のステージに行く。
とりあえず押すわ。押して、押して、もう一回押してみる？どっかに行った P スイッチが。お、ぶねー。で、これで P スイッチ押して、右に行く感じか。あ、で、これも来たね、一緒に。早く来て。で、乗っていく。OK。なんかあるんだろうね、これ、ゼルダのやつ。なんだろう、これ。ちょっとやってみたいな、このステージ。ゼルダの。一番右かな？一個はいいやろ。キノコ取った。次は？なに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 これ。耐える感じこれ。耐える感じっぽいね、なんか。耐えとけば多分大丈夫な感じかな。時間が来たら自然と OK みたいな感じ。あ、スターが来たね。で、このファイアボール倒したら鍵かな。酒ゲーでした。次は10コイン取る。あ、10コインと関係ないか。これはサービスか、ただの。で、鍵。こういうなんかシーソーの面があるんだろうね。ご視聴ありがとうございました。いやー、このコース本当はね、最初やめようかなと思ったけどね、最後まで続けてよかったです。あのね、泡みたいなのが私苦手だからね。はい、ゴール。ゼルダ好きの人はやってみてはどうでしょうか。すごくうまく作られとるね。いいね。